イデベンチャーは、払いで下りアドベンチャーを略した用語。英語表記、IDE アドベンチャーで、熊本県菊池市水源地区、廃校を活用した交流施設、菊池ふるさと水源交流館の体験プログラムの一つ。農業遺産である、農業用水路、払いでをカヤックで下る体験。体験は、県内屈指の水量を誇る払いでにカヤックを浮かべ、 水の流れに身を任せるだけ。橋の下をくぐり、真っ暗な水路トンネルを通り、水の流れる音や風を感じながら特別な時間を過ごすことができる。菊池ふるさと水源交流館を管理、運営する NPO 法人キラリ水源村が、里山イノベーション、地域づくり、グリーンツーリズム推進の取り組みとして、平成26年度に考案。 翌年の平成27年度から本格的に運営を開始。払いで管理委員会と連携した体験プログラム。農業者へ負担をかけないために、稲作で、井出の水量が多い時期のみ実施。井出ベンチャーマブ出口、井出ベンチャーコース熊本地震の被災により、提供中止、新マブコース中学生、以上3000円、小学生以下2000円、レギューラーコース、 ショートコース小学生以上1000円、未就学児500円、小学生以下の団体のみに提供元録、江戸幕府将軍、徳川綱吉の時代。菊池市河原の地区は、阿蘇溶岩の大地が広がり水の利便性が悪く、人々の暮らしは大変厳しかった。河原の手長総称や、河原木材門は、菊池川上流から水を引くの計画を立て、4年、あまりの歳月を経て、 元六十四年に完成。里山を縫うようにつながる井では、総延長は1 1トルに及び、5 0 0ルを超えるトンネルが掘られた。この井出の完成により、河原の地区、水源地区の210ヘクタールの水田を潤すこととなった。平成28年度は、熊本地震により、水源地区には住居も含め多くの被害があり。 払い出も数箇所で崩壊などの被害があった。また、その後の大雨では土砂崩れが各所で起こり土砂で、井出が埋まってしまうなど、河原の地区、水源地区の農業が大きな打撃を受けた。払い出、管理委員会の農業者を中心とした地域住民の方々の尽力で、井出の復旧作業を行った。現在も、被災によって崖崩れ等の危険があるエリアが残っており、 アドベンチャーコースの提供を中止している。ありがとうございます。